谷崎潤一郎金色の詩一岡村君は私の少年時代からの友人でしたちょうど私が7つになった年の4月の上旬新川の家からほど遠からぬ小学校へ通い始めた時分に 岡村君も付き添いの女中に連れられてきておりました彼と私とは教場の席順が隣り合っていて二人はいつも小さな机をぴったり寄せ付けて並んでいましたそればかりではなく岡村君と私とはいろいろの点でよく似たところがあるように思われました その頃の私の家は、大きな酒どんを営んでいて、家業は日に日に栄えていくばかり。繁盛に繁盛を重ねて、いつも活気に導している店先の様子は、子供心にもおぼろげながら一種の喜びと安心とを感じさせるほどでした。学校へ行く時も、家にいる時も、私は木綿の着物を着せられたことがありませんでした。 その上私は学問が非常によくできて算術でも読書でもすべての学科が私の頭には実にたやすくスラスだと流れ込みました。あたかも白紙へ墨を塗るように聞いたことはいちいちはっきりとなんらの面倒もなく胸の中へ記憶されるのです。私は多くの生徒たちがものを覚えるのに困難を感んずるという理由を解するのに苦しみました。 全9の生徒のうちで、ただ一人として私の持っているいろいろの長所に寄給するものはありませんでした。ただわずかに岡村君が、ある方面において多少私に類似し、もしくは凌駕しているだけでした。彼は私と同い年にもかかわらず、一つか二つ年下に見える小柄な品のいい美少年でした。 彼の家には巨のの富があり、彼の両親は早くこの世を去って兄弟のない彼は叔父ののの監督の下に養育されていたのです。当時世間の噂によると将来彼が相続すべき岡村家の遺産というものは恐ろしい多額なものでもろもろの株券、鉱山山林宅地などを合算すれば三井岩崎の半分ぐらいは 確かにあるとの評判でしたですから自分の家の富の程度を比べたなら私は到底彼の足元にも及ばないわけなのです私はそれを悲しいと思いました岡村君の服装は役者の子供のようにぞろぞろした私の着物とは反対にいつも活発な洋服姿でした。半ズボンに長い靴下をつけて さも柔らかそうなハンカを履き頭にはきっと海軍帽をかぶっていますその頃の洋服は今よりもはるかに珍しがられたものですから彼の服装は私のよりも人目を引き余計羨望の的となりました頭脳の方も岡村君は決して私に劣ってはいませんでしたけれども私のように全ての学科を得意とし すべての学問を平等に愛することはできませんでした。いずれかといえば、彼は数学を嫌い、読書を好みました。ことに彼の作文ときたら、最も上手とするところでしたが、それすらあえて私を凌駕するほどではなかったのです。文才において、彼と私とは抜群の誉れを担いつつ常に競争していました。 試験の旅ごとに必ず私は全球の首席を占め彼は自席を占めました二人は先生からも生徒からものけもの扱いにされていましたしたがって二人の向上は気せずして親密になりお互いに双方の長所を尊敬し合いつつ心密かに球中の劣等性を軽蔑していたのです その後10年ばかりの間岡村君は全然私と同じ歩調で同じ学歴を踏んで進みましたちょうど中学の5年になった年の春私は彼に卒業してからどこの学校へ入るのだと尋ねてみましたもちろん君と同じさと彼は原価かに勇ましく答えたものです私は中学の1年頃から 将来文化大学を卒業して偉大なる芸術家になるのだと表現していたのです岡村君の数学に対する低能の程度はその自分からいよいよ顕著になり始めて宮中の赤順なども主席の私よりははるかに下の方になりました数学という数学は無論のこと物理とか科学とか すべて数学の知識を要する種類の学科はみんな岡村くんの意味嫌うところでしたもう一つ彼の嫌いなのは歴史でした歴史というものは一つの長いラインにすぎないと彼は始終言っていました彼の好きなものは第一に語学それから機械体操図が唱歌などで 英語はすでに4年生時分から卒業程度の学力を備えていたと見え、シューズ雑多な小説類や哲学的の書籍に目をさらしていた様子です。そして自分の家庭に西洋人の教師を閉して、いつの間にかドイツ語やフランス語などまで読んだり話したりするようになっていました。彼の喉と舌とはよほど外国語の発音に適当していたらしく、 学校で教わっているつまらないリーダーの文章ですら、ひとたび彼に朗読されると、何とも言えない流暢な響きを伝えて、たちまち金玉の文字と化したるような気がするのです。その頃、日本の文壇にはモーパスさんの作物がもてはやされた時代でしたが、私どもがおぼつかない翻訳を頼りにして通がっている際に、 彼はもう原文でスラスラと読み下すことができました君フランス語のモーパスさんはこんなに綺麗なものだよと言って彼はある時シュールローの始めの方を1ページばかり読んで聞かせたことがありますフランス語について何らの知識も持たなかった私の耳にもなるほどそれはよりも美しい文章のごとく感じられました このような美しい国語を知っている岡村君が、この頃にわかに日本の文学をうとんじ出したのは無理のないことだと思いました。今になって考えてみれば、私は彼の朗読によって初めて外国語に対する趣味と理解力と寛容せられたのに違いありません。語学はとにかくとして、不思議なのは彼の機械体操が好きなことでした。 ベースボール、テニス、ボート、柔道と一通りの運動には対外手を出しましたが、彼の最も得意とするのは機械体操だったのです。学校の運動場で、彼が書物を読んでいなければ、必ず金棒か平行棒にしなやかな体を絡ませて遊んでいるのです。子供の自分に小柄であった彼の肉体は、 十三種の年からめきめきと発達してきて筋骨のたくましい身の丈の高い優雅と創見とを兼ね備えた青年になっていました彼の髪の毛はカツラをかぶったように黒く彼の肌はいつも真っ白で火に焼けるということを知りませんでした彼のすらりとした精悍な手足は一見して身軽な運動に適していることを思わせました 彼は学校から帰ってきても、しばしば自分の家の校庭に設けられた機械体操場にやってきて、1時間も2時間も一人で遊び教示ながら、逆立ちをしたり、宙返りを打ったり、ほとんど産むことを知りませんでした。3. 私は、はじめ彼の体操ぐるいを内心大いに軽蔑していました。 芸術より他に楽しみのあるべきはずはないと一途に思い込んでいた私にとって軽業の稽古にも等しい彼の遊戯が無意味に見えたのは当然なのです彼があまり夢中になって脇目も振らず練習している様子を見ると君はもう芸術家になれそうもないぜこう言って忠告してやりたいような反感も起こりましたある秋の日の夕暮れのこと 学校が住んでから間もなく、私は例の通り文学団でも戦わすべく彼の屋敷を訪問すると今しも彼は練習の最中と見えてそのまま私を体操場の方へ案内させました。やあしっけ。君もちょっと運動したらどうだい彼は朗らかな青空を背にして金棒に腰をかけながらさも愉快そうに 声高く叫びました。いつも学校の制服姿を見慣れている私は岡村君は家にいる時も大抵制服を着ていたようです派手なオナンド色の運動服をぴったりと身につけてほとんど半裸体になっている彼の姿を不思議に美しく妖艶に感じました。いやななららそこでで見ていいたままえ、汗の出るまでやらないと、 僕は気持ちが悪いんだからこう言って岡村君はそれからさらに20分ばかり息も継がずにいろいろの芸当を演じてみせるのです黙って眺めているうちに私はだんだん引き入れられてしまいには彼の巧妙な技術と弁償な動作と羨むようになりました「主張のごとし」という言葉は全く「 岡村君のの早技を形容するたために作られたものでしょう彼が地面からひらりと金棒へ飛びつきながらたちまち両足を天にチュしてコウモリのごとく坂島にぶら下がるまでの迅速さ加減は実際驚嘆に値するもので彼の手足はあたかも石鉄砲のゴムのように非常な勢いで虚空に伸びていくかと思うと直ちに跳ね返ってろくろのごとく金棒に巻きついてしまいます。 そのたびごとに、金棒の方が、かえって無知のような彼の体で、ぴたりぴたりと、さもいたそうに打たれました。金棒が済むと、今度は階段のてっぺんから、逆立ちをして飛び降りたり。一条に余る竹竿をつ杖に、庭の松の木の梢より高く跳ね上がったり。そのジャンピングの見事なありさまは、誰が見ても、人間技とは思われません。 どうもお待ちど様ま、これでようよういい気持ちになった。こう言って私のそばにたたずんだ岡村君のきめの細かい白い両はには無数の銀砂が薄い靴下を履いたように付着していました。その晩彼は私をつらまえて芸術と体育との関係をとうとうと論じて聞かせました。 いやしくも欧州芸術の遠間たるギリシア的精神の神髄を得得した者は、体育のいかに大切であるかを感じずにはいられない。すべての文学とすべての芸術とは、ことごとく人間の肉体美から始まるのだと彼は言いました。肉体を過論ずる国民は、ついに偉大なる芸術を生むことができない。核のごとき見知から、 彼は自分の機械体操を名づけてギリシア的訓練と称しました。この訓練を経ない間は、いかなる天才も到底真の芸術家足りうる資格がないとさえ極限しました。私は彼の説を一応最もだと思い、自分の体育を軽蔑したのは壁権であると悟りましたが、さりとて全然 彼の肉体万能説に沙汰するわけにはいきませんでしたむしろ彼の言葉はいささか奇境に過ぎるだろうと考えました肉体よりも思想が第一だ偉大なる思想がなければ偉大なる芸術は生まれないのだ私はこんなことを言って岡村君に反対したことを覚えています四。4 そういう塩梅でだんだん年を振るに従い、岡村君と私とは同じ芸術に志しながら、同じ道を歩むことができないように傾いてきました。けれども、二人が同一の人間でない限り、そうなるのはもちろん自然の成り行きかもしれませんが、悲しいことに変化は二人の思想ばかりでなく、やがて二人の境遇にまでも及んできたのです。 私の家はすでに23年も前からとかく営業不振に陥り多くもあらぬ道産不動産はおいおい人手に渡って到底このまま店を維持することは困難になっていましたしかるに私が中学を卒業する半年ばかり前に突然父は死んでしまったのです島田家の僧侶息子たる私は一人の母と三人の弟妹とを抱えて この先いかにして一家を支えていこうかと暗示患いました父が残していった諸々の負債を整理してみると私ら親子の手に余された遺産というものはわずか二千円足らずの株券があるばかりでした結局私は将来の希望を取り替えて高価をやるか以下をやるかせめて法家にでも入学するように親類から勧められましたが 私はがんとししして承知しませんでした。どうしても文学をやり通したい昔のような贅沢はできないまでも一家のものに決して不自由はさせないからぜひ芸術家として身を立てたいこう言って私はますますその志を強固にしたのです私の一家がこのような急遽に陥った間に岡村君の財産は 貧乏揺るぎもししませんでした彼の資産は普通一遍の打撃ぐらいで破壊されるにはあまりに大きすぎたのです法律が許している年齢に達したならば彼は一日も早く叔父の監督を離れて自分の全財産を自由に支配してみたいということを度々私に話しました。自分は不幸の一人息子だ 膨大な資産と競争な肉体と優美な要望と若い年齢との完全な所有者だこういう自覚がすでに十分彼の胸中に往来していましたいつの間にか彼は恐ろしく傲慢になりおしゃれになりわがままになりました中学生のくせに髪を分けたり金時計を持ったり葉巻を吸ったり 花式はなはだしきは、金剛石の指輪をはめたりしてみせました。五年生の岡村といえば、校内誰一人として知らぬもののない憎まれっ子になってしまい、生徒も憎めば先生も憎み、友達は愚か、近づく人もないくらいで、ただ私だけが親密にしていました。けれどもその私ですら、時々腹の立つような言動を見せられることがあるのです。 僕は確かに幸せな人間だいろいろの点で僕ほど幸福な境遇にいるものはあんまりないだろう。ただ不満足なのは僕の家には金があるけれど借位がない。これで僕が家族の息子だったらそれこそ本当に幸せなんだがな。彼はある時こんな不平を言って男性を漏らしたことがありました。 私はそれまで少なくとも彼のおしゃれや贅沢に対して悪意の解釈を施してはいませんでした岡村君の贅沢は決して卑しい欲望に起因するのではなくやはり美ということを尊ぶ彼の芸術家かたぎから来るのだろうと判断していました「富は必ずしも美を伴わない」しかし美は 常に富の力を借りなければならない。こういうことを信じていた私は、岡村君の富に対して羨みこそすれ、何らの反感をも抱いてはいませんでした。彼が自分の富を誇るのは、すなわち自分の美を誇るゆえだと考えていました。けれども、彼が世間的の借位などを欲するというに至っては、全く予想外に感じたのです。 この言葉を聞いた時私は岡村君という人物を見損なっていたような気がしました「俺は今日まで岡村を買いかぶっていた俺は欺かれていたのだと」と私は心ひそかにつぶやきましたそしてそれとなく彼を反省させるつもりで「金のあるのはもちろん幸せだがどうかするとかえって不幸せな結果になるよ富というものは 知知らず知ららずず人間の魂を堕落させてししままうからねと言いました「そんな心配はないよ金持ちが堕落するのはその財産をさらに増やそうとして実業に従事する時だけさ金のあるやつは働かないで遊んでさえいれば常に幸せなんだ」こう答えて彼は格別気にも留めない様子でした。 中学を卒業した年の夏、私は守備よく東京の第一高等学校へ入学することができました。しかるに岡村君はあまり数学ができないので、入学試験にとうとう失敗してしまいました。もっとも地方の高等学校なら入れたのかもしれませんが、彼は東京の地を一寸も離れるのが嫌だと言って、甘んじて落第してしまったのです。 何も急ぐことはないのだから、来年また試験を受ける。今年一年は死んだ気になって、少し数学を勉強しよう。彼はこう言って、さほど落胆した景色もなく、その後当分、毎日2、3時間ずつ、機械や台数を練習している様子でした。君なんぞはいっそ西洋へ留学に行ったらいいじゃないか。私がこんな忠告をすると、 そりゃ行きたいことは非常に行きたいんだがどうしてもおじが許してくれないおじの生きてる間はまあダメだろうと言っていました厳重な中学の校則に縛られていてさえ人並み外れた贅沢をする岡村君のことですから学校生活から関係を絶った一年間の彼の風采や態度というものはほとんどカビの極点に達して素晴らしい変化をきたしました 今まで和服というものをあまり好まなかった彼はにわかに派手な島柄の羽織や着物をたくさんにこしらえてそれを変わるがわる着て歩くようになりました一体現代の日本の男子の服装は地味すぎている西洋人はもちろんシナ人にしろインド人にしろ男子の服装がいかにも鮮明な色彩と曲線に飛んでいて 日本画にも油絵にも描くことができるけれど日本の男の服装と着たら到底絵にも何もならないこんな非芸術的な衣類を着るくらいならまだしも裸でいる方がはるかに美しい日本でも徳川の初期時代には男女の衣装に区別がないほど一般に派手好みの服装が流行していたのだ登山を喜んだり勇気をしぶかったりするのは 幕末頃の陰順な町人趣味を受け継いでいるんだ現代の日本人はよろしく慶長元禄自分の伊達管轄な昔の姿に帰らなければいけない岡村君はこういう意見を主張して極端に陥らない範囲でなるべく女柄の反物を仕立てさせてはそれを着込んで歩いていましたある時は黒チりめの紋付きに 古の穀持ちの綿入れを着てわざと鉄のついたセッタをチャラチャラと鳴らしながら履いてみたりある時は荒い木八条の対の衣装に白博多の角帯を締めたりそういう場合にはいつも帽子をかぶらず長く伸ばして漆のような貧髪を風に吹かせて六尺近い偉大な体育をゆらりゆらりと運ばせる様子が いかにも立派で堂々としていささか下品でも滑稽でもなく往来の人は皆振り返って驚嘆の目を放ちましたその頃彼は月に56度ずつ美顔術師のもとに通ってしきりと化粧に浮き身をやつし外出する時は常に水おしろいをほんのりつけて唇に薄紅さえ刺していましたが もともと要望が美しかったのでそんな真似をしていようとは誰も気がつきませんでした僕はいつ何時でも自分の姿は絵になっていると信じているこう彼は豪語していましたあのような服装をしてそれが少しもとっぴに思われないのは全く岡村君の気品のしからしむるところで到底他人の引きうしがたいことであると 私も密かに感服ししました岩んや岡村君の遊びに行く新橋や柳橋や赤坂辺りの芸者たちが盛んに彼を崇拝したのも無理のない話です。「君のような生活を送っていたらもう再び学校何ぞへ入るのは嫌になるだろう。私がこう言って尋ねると彼はしきりにかぶりを振って「いやそんなことはない。僕は決して」。 学問の値打ちを軽蔑することはできない君にはまだ僕の性質が本当に分かってはいないのだろうと答えましたそれでも私はない疑っていましたがいつの間に彼は数学を習っていたものか明る年の夏には見事優等の成績で一校へ入学してしまいました私はますます感服しました 少なくとも学問の点において私は岡村君に負けてはならないという気が始終あったのですその上自分は貧窮な学生であるということが刺激になって私は激しい神経衰弱に陥るほど無我夢中の勉強を続けました私の方は痩せ血色は青ざめ見るから哀れなうらさみしい姿になりました 私は偉大なる芸術家になるにはまずどうしても十分に哲学を研究しなければダメだと思いおぼつかないドイツ語の力でニーチェやショーペンハウエルを一生懸命に読みふけりましたその結果安本のレクラムの細かい活字に当てられて私はたちまち度の強い金眼になってしまいました本を読むことは大切だしかしそれよりも 完全な目を持つ方が一層大切だと言って岡村君は決して活字の細かい書物を読もうとはしませんでした彼は学校でドイツ語の教師から教わっているラオコーンの14章のページを開いて私の前に突きつけながらこんなことを言いました「目のことで思い出したがレッシングという男はなんだか虫のすかない人間だね君 ここここにううういう文章があるだろうこれはレッシングがミルトンの失明を賛美した言葉らしいが「もしも人間が生地肉眼を持っていてかえってそのために心眼の活動の範囲を制限されるくらいならむしろ肉眼なんぞない方がいい」と言うんだ。なんとおかしな理屈じゃないか。僕に言わせれば肉眼のない心眼なんか芸術の上から何の役にも立ちはしない。 完全な感能を持っていることが、芸術家たる第一の要素だと思うね。だからレッシングという男は、根本において芸術の解釈を誤っている。それじゃあ、君はミルトンを偉いとは思わないんだね。思わないさ。もっともホーマーは特別だが、果たして彼が盲目であったかどうかは疑問の余地があるようだ。 岡村君のレッシングを攻撃することは非常なものでラオコンのあちらこちらのページを開いては完膚なきまでに罵倒するのですそれからここにこんなことが書いてあるだろうこれはテルシテスがアキレスのために殺される不光景を表したのだが耳と頬の間を粉みじんに打ち砕かれ傷口から歯が飛び出したり血が流れたりするありさまがあまり残酷で 今ままでテテルシテスに対しししててて抱いていた国の感じが消滅してしまう。むしろかかる残虐の殺人をあえてしたアキレスの方が憎らしくなるいかに要望醜悪なテルシテスといえども我々と同じ人間である以上憐憫の情を起こさずにはいられないという議論なんだけれども僕の考えでは滑稽な人物はどこまでも滑稽で機械な死に様をすればするほど ななおさら面白いい気がするじゃないか。生きていてさえおかしなテルステスの顔がめちゃくちゃに叩きつぶされて血だらけになってうごめいてるところを想像すると実際滑稽に思われるじゃないか文学を批評しながら道徳的の感情に支配されてアキレスが憎らしいなどというのはバカな話だ君の説くところはどうも少し病的のようだ 仮にそのような残酷な描写が死でなくって絵に描かれたと想像してみたまえ君はそんな絵を見てもやっぱり滑稽を感じるのかね私がこう反問すると彼はいよいよ得意になって議論の方を進めます7滑稽を感じないまでもある一種の快感に打たれることは確かだね むししろ絵にした方が面白いいくらいだね一体芸術的の快感を「悲哀だの滑稽だの歓喜だの」というように区分するのが間違っている世の中に純粋の悲哀だの滑稽だのないし歓喜だのというものが存在するはずはないのだから僕もその点には賛成するが君は詩の領分と絵の領分との間にレッシングの説明したような境界のあることを認めていないのかね 全然認めていない。いなラオコンの趣旨にはは反対だ。そいつは少し乱暴すぎる。ままあ聞きたまえ。僕は目で持って一目に見渡すことのできる美しさでなければすなわち空間的に存在する色彩もしくは形態の美でなければ絵に描いたり文章に作ったりする値打ちはないと信じているんだそのうちで最も美しいのは人間の肉体だ 思想といいい。うもももののは、はかに立派でで見て感じるものではないだから思想に美というものが存在するはずはないのだそうすると芸術家になるには哲学を研究する必要はないわけだね。無論の話さ美は考えるものではない一見してすぐに感じることのできる極めて簡単な手続きのものだ。 しかもその手続きが簡単であればあるほど美のエフェクトは余計強烈であるべきはずだ。君はペーターの「ルネッサンス」を読んだことがあるだろう確か彼の本の中に「すべての芸術のうちで最も芸術的なものは音楽である」というような意味が書いてあったろうつまり「音楽の与える快感ぐらい直彩で感銘で手続きのいらないものはない」というのだ。 いかに美しいシイカでも絵画でも多少の意味を持っていないものはないこれに反してピアノにしろバイオリンにしろ全ての楽器から出てくる音響には全く意味というものがない音響は考えることができないただ美しいと感じるばかりであるその点において音楽ほど芸術の趣旨にかなったものはないと言えるのだそのくらいなら 君は音楽家にななったらいいいじゃないか。ところが不幸にして僕の耳は僕の目のように発達していないから音響による美観というものをそれほど強く感受することができない音楽は美観を人に起こさせる形式において優れているけれど美観そのものの内容に至ってはなんだか希薄なように思われるだから僕の最も理想的な芸術といえば 目で見た美しさをなるべく音楽的な方法で描写することにあるんだそんな難しいことができるつもりなのかいできないまでも努力してみようと思うのさそこでまたレッシングの攻撃に戻るがラオコーンの眼目とも言うべきものは要するに詩の範囲と絵の範囲とを制限した以下の二つの文章に帰着している いわく絵画は「事物の共存状態」を構図とするがゆえにある動作の唯一瞬間をのみ補足することをうしたがってその前後の経過を暗示せすむるに足るべき最も眼畜ある瞬間を選ばざるべからずいわく同様に「詩文」はまた「事物の進行状態」を描写するがゆえにある形態について ただ一つのの特徴をのみ補足することをしたがって一局面より形態全部の像を最も明瞭に彷彿たらしむべき特徴を選ばざるべからず大体いいこんな意味になるだろうまず第一の定義からして僕には随分反対の点があるなるほど絵画は事物の共存状態を描くには違いないけれども 前後の経過を了解セシムルに足る頑竹ある瞬間を選ばなければならないという理屈がどこにあるだろう絵画の興味は画題に強制られた事件もしくは小説に依存するのではない例えばロダンの作物の中に一人の人間が一人の人間の死骸を抱いている彫刻があってそれにサフォーの死という題が付けられていたとするね ところで、その作品から美感を味わうために、ぜひともサッフォーの伝記を知らなければならないのだろうか。その瞬間の前後の経過を了解しなければならないのだろうか。8. 非常におかしな理屈だと思うね。絵画や彫刻の美は、どこまでもそこに表現された色彩、もしくは形態のみの効果によって、見る人の頭へ、 端的に直覚せるべきものだと思うねだからロダンの「サッフォーの死」が美しいとすればその彫刻に現れた二個の人間の肉体が美しいのだ。ののの歴史ととはまるきり縁なないことなのだけれども歴史を知っていれば余計興味を感じるわけじゃないか。しかしそれは歴史的の興味で芸術的の興味とは言われないだろう。そんな興味は 芸術ののの要求すべきものではないのだから。感じても感じないでも差し支えはない故にもし画家にとって選択すべき瞬間があるとすればそれはただある肉体が最上最強の美の極点に到達した刹那の死体を捉えることなのだしかるにレッシングはまた画家の捉うべき眼畜ある瞬間というものを非常に窮屈に制限している。 ギリシャのラオコーンの彫刻を見ると彼は蛇に絡みつかれてただわずかに短足しているばかりであるその表情は悲しげであるが静かである決して顔を歪めたり公文の叫びを発したりしてはいないけれどもその彫刻に接すれば十分に彼の絶望的な苦痛を想像することができるこれに反してもしラオコーンが激しい共感の声を放って 極端な苦問の表情を示していたなら彼の彫刻は全然余韻を失ってしまう見る人の想像力は彫刻の外へ一歩も踏み出すことができないただラオコンの呻吟するのを聞きすでに至難とするのを見せられるばかりである核のごとくすべて強烈な刺激を避けて想像の余地のあるような刹那を表したものがレッシングの「 いわゆる眼蓄あるあ瞬間なのだこの理屈でいくと人間の死んでしまったところなどは絵にも彫刻にもめったに作れないことになるね。さっきも言った通り美観を味わうのに前後の事情などを了解する必要は少しもないんだ。ラオコーンが嘆いていようが叫んでいようがないし血だらけになってうめいていようがその瞬間の肉体美さえ十分に表れていればたくさんなんだ。 すると芸術を鑑賞するのには想像力なんか不必要になるじゃないか。そうだとも一体僕は想像というような歯がゆいことは大嫌いだ。何でもはっきりと自分の前に実現されて目で見たり手で触ったり耳で聞いたりすることのできる美しさでなければ承知ができない。想像の余地のないアークの光でいられるような激しい美観を味わわなければ気が済まない。 そういう議論は造形美術には当てはまるかもしれないけれど詩だの小説だのには応用できない話じゃないか応用するのは非常に難しいかもしれないがしかしまるきりできないことはないだろうと思う。元来僕がもう少し手先の器用な人間であったら文学なんかやらないで絵描きか彫刻家になるところだった。けれども僕には 文章をを作るタレントだだけしかかなないい。のだからやむを得ないとにかく何らかの形式で文章を持って絵画や彫刻の表現するものと同一の美を取り扱ってみたい果たしてどんなものが出来上がるか今のところでは自分にもよくわからないがレッシングの言うような詩は事物の進行的状態を描写するとか形態のある一部分のみを補足するとかいう法則は 僕の眼中にないということだけを断っておく岡村君の議論は最後に至って少しく苦し紛れの気味がありました「そんな理屈を言ったって何が実地に通用するものか書けるものならば書いてみろ」こう思って私は腹の中で嘲笑しました。9 2年間ばかり私は一生懸命読書にふけりましたがちょうど高等学校の3年生になった年からそろそろ詩だの小説なのに筆を染め出していろいろの文学雑誌へ寄稿するようになりました私の名前は直に分断の人々から認められるようになり新進作家のうちでも将来有望な一人として目指されました それが当時の私にとってはどんなにししかか。ったでしょうか私はやがて自分の名前が紅葉や一葉や四季などと並んで明治の文学史のページを飾るべき一員となるべきことを想像しました私はすっかり図に乗って環境の湧くままにむやみとたくさんの創作を試みました実際筆を取らずにはいられないほど 思想がこんこんと流れ出るのでいくら書いても枯渇することがあろうなどとは思いも及ばなかったのです俺はとうとう岡村に勝ってやったと私は感じざるを得ませんでした岡村君が芸術に対して自己の取るべき態度を決定することができず非常に迷っている有様はよそ目にもよくわかりました 話をすれば、口先ばかり偉いことを言いながら、彼は何一つそれを実行してみせた試しがありません。そうかといって、彼の嫌な哲学はもちろんのこと、文学に関する真面目な書物などを研究している様子もないのです。ただ、折々読んでいるのはフランスものの詩だの小説だの。それでなければ美術に関する書籍ぐらいで 中んづく絵画と彫刻のことだけは西洋はもちろんインドシナ日本の方面までも一通りそらんじていたようでしたややともすれば「僕は絵描きになれないのが返す返すも残念だ」と言ってもだえていました「君は古来の画家のうちで誰が一番好きなんだ?」かつて私がこう言った時「日本では豊国」 西洋ではロートレックと答えましたロートレックが好きだけあって彼はチャリネが大好きでした「日本の曲芸は体格が貧弱だから面白くないが西洋人のチャリネは芝居よりももっと芸術的だ僕はチャリネのような感じのする芸術を作りたい」と始終彼は言っていました日を降るに従って 岡村君の言動はますます奇妙になりどうかすると真面目なのか冗談なのかわからないようなことを言いました「最も卑しき芸術品は小説なり次は詩ーなり絵画は詩よりも尊く彫刻は絵画よりも尊く演劇は彫刻よりも尊ししかして最も尊き芸術品は実に人間の肉体自身なり」 芸術はまず自己の肉体を美にすることより始まるこんな文句をノートブックの端に書き記して見せたこともあります岡村君が自分の意見を言葉通りに実行しているのはただこの自己の肉体を美にすることばかりでいまだに機械体操と薄化粧の癖はやめませんでした チャリネは生きる人間の肉体を持って合奏する音楽なりゆえに史上最高の芸術なりこんな文句も書いてありました建築も衣装も美術の一種なるに料理は何故に美術と称するを得ざるや味覚の快感は何故美術的ならずというか我これを知るに惑うこんなのもありました。 私は「君がかかる疑問を起こすのはエステティックスを知らない結果だ」と言ってやりました「エステティックスが何の役に立つ」と言って彼は一向頓弱しませんでした人間の肉体において男性美は女性美に劣るいわゆる男性美なるものの多くは女性美を模倣したるものなり ギリシアの彫刻に現れたる忠誠の美というもの実は女性性美を有する男性なる男なのみ。芸術は性欲の発言なり芸術的快感とは生理的もしくは官能的快感の一種なり故に芸術はスピリチュアルのものにあらずことごとくセンジュアルのものなり絵画彫刻音楽はもちろん 建築といえどもまたその範囲を脱することなしギリシア人は肉体美の一要素として体格の大なることを数えたり優れたる芸術は皆多大なる質量を有すそのほかまだ彼の病的な芸術感をうかがうに足るべきいろいろの稽古がしたためてありました。 「朝日の昇るがごとく分断に飛翔し始めた私の声明に対し岡村君はそれほど妬みも恨みもしないようでしたけれども彼は自分の芸術館の上から私の試みている努力が全く無意味であると信じて少しも喜んでいないことは確かでした私は一面に彼を軽蔑しながら一面に彼の存在を恐れていました 彼の顔を見ると、なんだか自分の現在の仕事がはなはだ不安定で盲目的であるような気がするのです。彼は生涯、何事もしでかさずに終わるかもしれない。しかし、やっぱり彼は天才である。私はそういうふうに考えさせられました。私が簡単なく働いている間に、岡村君は簡単なく遊び続けました。 学問を尊重するといった最初の宣言はいつの間にか棄却されて、彼の豪奢と宝刀とは日に日に募るばかり、学校なんかへめったに出席しませんでした。彼の容貌と体格と服装とはますます立派に遠礼になって、なんだかそばへも寄りつけないような交際を放って見えました。話をしようとしながら、 私は思わずその美に打たれて黙ってしまうことがたびたびでした。多くの女が彼のために涙を流し、命を捨てようとしました。そのうちにはほとんどあらゆる階級の婦人を網羅しているようでした。料理や間違いは無論のこと、彼は自分の家柄を利用して処方面の夜会、遠遊会などにまで出入りしました。 ああ西洋へ行きたい西洋へ行きたい立派な体格を持った西洋人に生まれなかったのは僕の第一の不幸だその時分彼の西洋崇拝熱は非常に旺盛になってひとしきり日本のものは何でも嫌いだなどと言いました何か込み入った事情があると見えて彼のおじさんはどうしても岡村君の要衝を許さなかったのです 連日連夜の陥落に浸りながら彼の競争な体格は少しも衰えませんでした。もっとも彼は飲酒と喫煙等を好みませんでした酒やタバコを飲むと観音が痺れてしまって十分な快楽を味わうことができない完全な健康を維持していなければ強い刺激を感受する資格がない酒は人間を酔わせる代わりに 酔いの覚めた後で非常に憂鬱な気分を起こさせる僕は憂鬱が大嫌いだいつも晴れ晴れとした心持ちでいたいそのせいか彼は常に血色のいい顔を輝かしていかにも爽快な喜ばしそうな目つきをしていましたそんなことをしているうちに岡村君は前後二度ばかり学年試験に落第しました 私が大学二年生になっても彼はまだ高等学校にうろうろしなければなりませんでした彼の落第は試験に失敗した結果ではなく全く平成から欠席ばかりしているためでした時々彼は半月も一月も姿を隠して学校は愚か自分の屋敷にさえいないことがあるくらいで同級の生徒なども ほとんど彼の存在を認めていませんでしたそうして私が大学の3年になった年の秋から彼はぱったり顔を見せなくなりました何でも「対抗したのだろう」とか「対抗されたのだろう」とかいう噂を聞きました断っておきますが分断における私の評判は早くもその頃からだんだん下火になって各度ごとに 冷酷な費用岡からありとあらゆるバリ残暴を加えられていたのですおまけに私の学費だの一家の生活費だのに使い減らした父の遺産はすでに空母を訴えていたので私は嫌でも王でも電光料を稼がねばならない羽目に陥っていたのです容易に枯渇するはずがないと信じていた私の思想はここに至ってたちまち行き詰まってしまいました 自分は生涯、核のごとき苦痛を犯して、生活のために具にもつかないお話を書き続けなければならないのか。そう考えると、芸術家ぐらい非芸術的な無意味な月日を送るものはないというような心細さに襲われました。心細いにつけても、思い出すのは岡村君のことでした。あまり久しく会わないので、ある日、 私はふと思い立って、彼の屋敷を訪問してみました。折よく在宅していた彼は、大瀬間の椅子に腰をかけた私の姿を眺めながら、しばらく会わない間に、君は体操を痩せたなあ、と言いました。私はその部屋の鏡に映っている二人の顔を見比べて、声償然たる自分の風采に恥じ入りました。 すると彼は突然例の喜ばしげな目を光らせて「君僕は今度から叔父の監督を離れて財産を自分の自由にすることができるようになったんだよ。これからいよいよ僕独特の芸術を作り出すから見ていてくれたまえ」。それではいつか話をしたような詩を作るのかね詩でも絵画でも彫刻でもない。 そんなまどろっこしいものよりももっと端的なそしてもっと大規模なものだ僕は僕の周囲に絢爛なる芸術の天国を築き上げるのだ全く新しい形式の芸術を創作するのだまあ黙って見ていたまえこう言って彼は笑っていました11岡村君は 27歳の年の春から金々ねね考案していた彼独特のの芸術の創作に取りり掛かりました彼はまず自分の所有権に属する莫大なる全財産の額を調べそのことごとくを一滴して創作の費用に充てようというのです東京を西に隔たること数十里の早州箱根山の頂上に近い 戦国原から乙女峠へ通う山道を少し左へ外れたテーブルランドで足の湖畔に望んだ風光明媚な一角の地面を2万坪ばかり買い求めた上彼はにわかに大土木を起こしました田をうずめ畑を潰し林をのぞき池を掘り噴水を作り丘を築き日々数百人の妊婦を刺激して 彼は自分のの設計による芸術の天国を作り出そうと努力しし始めました第一に清烈な湖水の水を堤内深く引き込んで緑滴るばかりなる丘と丘との間に標榜たる入江をたたえさせそこにはセーリングやゴンドラや両党劇手や種々さまざまの編集をさながら美しい港のごとく浮かべさせます。 入江の水はさらに分かれてあるいは帯のような小川となって広大な庭園の中を悠々とうねっていきあるいは本端岩を噛む激流とかしてさがたる奇眼解析の暇をほとばしりあるいは育成の幕府を厳じて縁を吐きながら絶壁落ちていきます小川のほとりには 両岸に水仙山吹き勝武桔梗御名石など四季とりどりの草花を数限りなく培養し日照りの良い南面の傾斜地には桃の林を作りそこには牛羊孔雀ョウなどいろいろの金獣を放ちましたさてこの戦隊万丈を極めた山水の象形によって古今東西の様式の水を集めた 幾宗のの建建築物が建てられるので突骨として竹流している南下風の気泡のてっぺんには有泉窟の詩を思い出すようなシナ流の楼角がそびえ羊乱たる花園の噴水の周囲にはギリシア式の四角な殿堂が石の円柱を巡らし湖に突き出た岬の一角には藤原時代の釣り殿が水に近くラ羅を横たえ 風を遮る森林の奥にはローマ時代の大理石造りの浴室がふふつふとして珠玉のようなな湯をみなぎらせます。そのほか春は見晴らしのいい東方の高台の上に夏は涼風の吹き入る極歩の右側に秋は谷間の紅葉を見下ろす悠水な地域に冬は暖かな山懐に四季それぞれの住まいを定めて あるいはパルテノンの面影を模し鳳凰堂の趣に習いあるいはアルハンブラの様式を学びバチカンの宮殿になぞらえ山々谷々の短枠噴壁は朝日に輝き遠泳集画は石陽に彩られ「食山骨として阿房伊豆」という古の詩の文句がさながらここに現出されたかといぶかしまれます。 そうしてまたこれらの建築庭園の至る所に無数の彫刻物が点々として安置されました彫刻の多くはこれも古来の傑作を模倣したもので仏像女神像は言うまでもなく人間から鳥獣の類までも網羅されました中んずく最も目をそば立てるものは入り口の石門を入った堪道の両側にある 民の十三両のそれにぎした像、虎、麒麟、馬などの座像及び立像と屋敷の中央の芝生に立っているロダンの永遠の偶像でした不思議にもその偶像の男の顔は特に彼が衣装に基づいたと見えて岡村君の要望に息移しでしたロダンの彫刻は彼が平成から崇拝の的となっていただけに ほとんどその有名な作品の大部分を集めてしまいました。不審の出来上がったのは、それから2年の後でしたが、彼のいわゆる創作というのは、ただこれだけではなかったのです。今までの仕事は、要するに僕の芸術を創作する準備に過ぎない、いわば芝居の道具立てのようなものだ。これからがいよいよ本当の仕事だ、と彼は言いました。 なるほどそれはそうかもしれない。いくら多額な金をかけて立派な不審をしたところで他人の芸術を模倣したばかりでは君の創作にならないからね。私がこう言うと彼はいつもの傲慢な薄笑いを浮かべながらいずれすっかり出来上がったら早速君に通知をするから批評はその時にしてくれたまえ。僕はこれから半年ばかり当分誰にも会わないで創作をするから。 それまで待っていてもらいたいそうして岡村君は再び姿を隠しました彼は今日東京にいるかと思えば明日箱根に帰りあるいは関西に行き北国に走り遠くは朝鮮、シナ、インド辺りまで出張してあたかも忙しい商人のように少々方々を旅行しているようでしたその間に彼は果たして どんな創作を試みつつあるのか私には一向分かりませんでした12必生の力を振るった僕の創作はとうとう出来上がった僕は自分で自分の作った芸術の美に打たれて恍惚としているこれこそ僕が多年頭に描いていた理想の芸術だと信じている 正直を言えば僕は僕の作った芸術をあんまり人に見せたくないただ一人で楽しみたいけれども君はよく僕の考えを理解してくれるしかつて約束したこともあるのだから秘密を守るという条件で是非とも見に来てもらいたい君の都合さえよかったら一週間でも10日でも箱根に滞在してくれたまえ 不審のできたあくる年の春、ようやくこの知らせを受け取った私は、半信半疑でともかくも彼を訪ねてみようと思い立ちました。それは4月の中旬の霞の濃い空が根性に晴れ渡ったうららかなある日のことでした。私は朝早く東京出て、その日の午後2時頃には湯本から四里の山道を登りつめ、 彼の屋敷の楼門をはるかに望むことのできる高原の一端に着きました私は以前にもたびたび箱根へ遊びに来たのでこの辺の地勢にも比較的明るいつもりでしたが高層な彼の屋敷が万挙してから山陽衰退がことごとく一変してしまったことを感じました私はなんとなく浦島太郎やリップバンウィンクルの昔を思い出さずにはいられませんでした 門を入ると、岡村君はもうそこに来てて待っていました。彼はローマ時代の緩やかな白い塔芽を身にまとい足にはサンダルを履いて例の大像の立像の下にしゃがみながらポカポカとした西日に照らされつつうすら眠そうにうずくまっていました僕は君の来るのを遠くから眺めていたあそこの柱に寄りかかって 彼はこう言って、隔たった山の一角の白亜の洋館のベランダを指しました。有限な校内の地域は、昼もなお神官として、岡村君と私と機械なる彫刻のほかには、何の人影も見えませんでした。しばらくして、彼が手に持っていた呼ぶ子を鳴らすと、いずこともなく微妙な鈴の響きが聞こえて、 一匹のダチョウが花束を飾った賢礼な小車を引いて走ってきました岡村君は私をそれに乗り移らせて自分も車の上からムチを取りながらさらに丹道の奥深く進んでいくのです甘い鋭いかんばしい色々の花の香りがしきりに私の嗅覚を襲いました 車輪の回転するままに揺られ揺られる洋楽のような花束をしたって、二人の周囲には寒暖なく蝶々の群れが舞い集い、ヤブーグイスのけたたましい声が折々私の地打を破ります。道が入り江の右側に近づいたとき、我々は車を乗り捨てて、今度は一層の小舟に移り、鏡のような水面に貝を操って、 対岸の絶壁の影へ漕いで行くのです断崖の角をぐるりと回るとそこは広々とした港湾の中心で沿岸に起伏する山や楼角が一望のうちに眺められました入江に続く足の湖は満々として遠く墓愛の雷に隠れ四湖すれば駒ヶ岳冠ヶ岳明神ヶ岳の山々は この荘厳な天国の外郭を屏風のごとく取り包んでいますたちまち私は船のおへさきから一軒ほど離れた岸辺の芝生に高さ一畳もあろうという馬身人面のケンタウルが背中に女神を乗せながら空を睨んで立っている聖堂の像を認めました船はちょうどその怪獣の足元で友綱を結んだのです 芝生の広さはおよそ300坪もありましょうか。一方は水に限られ、一方は若草山の形に類する丸々とした丘に区切られ、他の両方はこんもりとしたポプラの林に遮られて、中央の小高いところには音楽堂のような六角形のパビリオンが建てられています。そこには驚くべき多数の人間の彫像があるいは天を仰ぎ、 あるいは地に伏し柱にもたれ石に腰掛け種々さまざまな死体を尽くしてもしも我々が近寄っていったなら一度に動き出しはせぬかと思われるほど生き生きとした肉体の力を示していました彫刻もこんなにたくさん集めてみると一種ものすごい感じがするね私は岡村君をを顧みて言いましたすると彼は 「いかにも我が家を得たというように宇ちうなずいて」「君にもそういう気がするだろうこの彫刻はみんな古来の有名な作品を模造したのだがこんな具合に集めてみると全然別種の効果を表すだろう配列の方法には随分苦心をしたつもりだがこういうふうに雨ざらしの場所へ一緒に並べておかなければ彫刻がもたらす肉体美の荘厳な力は感じられないのさ」 ねえ君、こうやって見ていると、なんだか人形のようには思われないだろう。いきなり飛びついて、肩をゆすぶってやりたくなるだろう。この人々が裸で夕日に照らされて、ことごとく沈黙を守っているのが、むしろ不思議なくらいだろう。全体のグループを見渡したときの印象さえ深ければ、別段一つ一つを詳しく吟味する必要はないのだけれど。それでもまあ、 模倣の手際を見てくれた前二人のたたずんでいる二三尺前にはほとんど私と鼻をつき合わしてミケランジェロの縛られた奴隷の姿がさながら哀れみをこうがごとくにもだえていました十三。 これはルーブルにあるギリシャ時代のピオムビノーのアポロだ。これはナポリにあるポンペイのアポロだ。ポルクレトのトリフォロスだ。岡村君は歩きながらいちいち熱心に説明します。最も薄気味悪く感じられたのは、六角堂の屋根や廊下や石段に暴れ狂っている一段の人影で、 しかもその配列がはなはだ不規則に死体を投げ捨てたごとく置かれているのですそれらの多くはロダンの作品の中でも一番刺激的な姿勢や表情を持っているものでまずイラカの上には鼻のかけた人や女の頭や泣き顔や靴や五つ六つの青銅の人の顔が生首のようにゴロゴロと転がっていました。 うごりの箔が上に迫って我が子を食い殺そうとしている精算な形は、檻に入れられた虎のごとく階段の上り口に張っています。ヴィクトル・ユーゴが欄間に肘をついて片手を伸ばしているかと思えば、その後ろにサティールと妊婦が戯れ、絶望の男が足を抱えて倒れているそばには、春の男女が抱擁して切符をかわしています。 けれども前に断っておいた通り、これらが決して岡村君の真の捜索ではないのです。私は、ダンテがベルギリウスに案内されるように、第一の関門たる芝生を過ぎてから、真に惨憺すべき様々な建築や壁画の模造を見せられました。あるいはまた弱柱の花鳥図にあるような、爛漫たる百花の林を潜って、 苦弱やオウムの商用している楽園のあたりにも導かれましたしかしこれらの結構がいかに儀礼の極みであったかはおおむね読者の想像に任せて詳細な記述を試みることを避けようかと思います私たちは夕日が山に傾きかけた頃深い深い森の中をたどってとある古炭のもとに出ました 鬱蒼たる老樹の幹には、ツタカズラの葉が荒めのように絡みつき、執念深く入り乱れた枝と枝とは、紳士として行く手の道を塞ぎ、雑草貫木のやたら無情に反母した湿っぽい地面に包まれて、太古のような静けさの底に、瑠璃のごとく凍結した泉の水が淀んでいるのです。すると、どこからともなく、ちょろちょろと、 てててきのののしたたるののるとがこここええままあすろへっにうわれて私は水音を頼りに岸辺にたたずんで向こう側を見渡した時そこに名城しがたい神々しさの美女の立像を認めました。 周囲を緑葉に覆われて空洞のごとくなっている一畳ばかりの断崖の壁に美女はぴったり背を寄せかけ両手を持って左の肩に亀を支えながら直立しているのです天敵はその中から絶えず水面に落ちているのでした彼女の姿は泉の表坂島に寸分たがわぬ影を映し 二つの形は足の裏のところで上下へつながっていました。あれはアングルの泉の画面を模したものだ。岡村君のそういう声の終わらぬうち、美女はたちまち愛嬌のある大きな瞳をしばたたいて、唇の際にわずかな笑みを浮かべました。私の体はにわかに氷のごとく冷たくなりました。美女は、 夕闇の襲い来る薄明かりに石膏のような肌をさらして女は英語に画面の形を崩すまいとするようでした森が開けて遠くに電動の回路を望む丘陵に出た時私はまた底の草の上に衣を広げて眠っている 一つはギオール・ギオーネのヴィーナス一つはルカス・クラナハの妊婦でしたあれは以前の彫刻と違って単純な模倣とは言えないだろう画家が小説の中から材料を借りてくるように僕はただ画家の考えた構図を借りただけなんだあれが僕の創作の一つだと 岡村君は初めて言いました私たちが木浴に関する古来の有名な彫像に移入された浴室の入り口へ着いたのはもう日が暮れてからよほど過ぎた時分でした広大な道具の内部には既に伝統が高校とともされているらしくその光線が丸いガラス張りの天井を通して 夜の空に赤赤と反射していました。門の扉に耳をつけると、中では幾十人の人々がイルカのごとく泳いでいると見え、盛んに湯水のぴしゃぴしゃと跳ね上がる音が聞こえるのです。十四扉を開けて入っていた私は、しばらく、絢爛たる光と色と湯気とのために、 瞳をいられて呆然として立ちすくみました。湯船は大理石の床を地下へ三四尺切り下げたもので、桶というよりも池と言った方が適当なほどの広さでした。池を取り巻く、四方の壁はローマ時代の壁画やレリーフで一面に装飾され、楕円形を成した。右側の床の所々にはまたしても例のケンタウルが一間置きぐらいに並んでいるのです。 しかもその顔はすべて岡村君の泣いたり笑ったり怒ったりしている要望を持ち背中にまたがって鞭振るっている女神たちはことごとく生きたた人間ばかりでしたイルカのごとく水中に跳躍している何十匹の動物を見るとそれらは皆体の下半分へ鎖片びらのような銀製の肉襦袢をつけて人魚の姿をまねた美女の一群でありました。 私たちの様子を見るや否や彼らは一様に両手を高く上げて漢この声を放ち銀の鱗を光らせながら右輪の敷石に飛び上がって怪獣の足元に戯れるのですその他にまだ牛乳ブドウ酒ペパーミントなどをたたえた小さな湯船が3つ4つあってそこにも人魚が遊んでいます最後に私たちは人間の肉体をもっていっぱいにうずまっている 地獄の池の池前に出ました。「さあこの上を渡っていくんだかまわないから僕の後ろへついてきたまえ」こう言って岡村君は私の手を引いて一段の肉塊の上を踏んでいきました私はもうこれ以上のことを書き続ける勇気がありません。とにかく、 あの浴室の光景などは、その夜東方の丘の上の春の宮殿で催された円楽の余興に比べたら、ほとんど記憶にも残らないほど小規模のものであったことを付け加えておけばたくさんです。そこには、生ける人間をもって構成されたあらゆる芸術がありました。この宮殿の女王と言われる一夫人が刺繍の帳の奥に 四人の男を肉中とした信頼に横たわっている有様をも見せられました。岡村君のいわゆる芸術がいかなるものであったかは、これで大概了解されるだろうと思います。終わりに臨んで、私は岡村君の最後の光景、それから十日ばかりのち、陥落の絶頂に達した瞬間に、 彼が突然死んでしもっとも彼は異常な健康を有するにかかわらず自分の死期が近づいていることを既に予想していたようにも思われました僕はもうあるだけの財産を使い切ってしまった今のような贅沢はこれから半年も続けることができない こう言って彼は多少直気気味で、酒も飲べばタバコも食い出すようになっていました。私が滞留していた10日の間、彼は毎夜毎夜服装を取り替え、いろいろの不思議な風俗で私に接しました。彼はこの頃のロシアの舞踊劇に用いられるレオンバクストの衣装を好んで、あるいはバラの精に粉し、あるいはフォーンに粉し、 あるいはカルナバルの男に扮ししまいには服装を変えるだけでは飽き足らずなってシェヘラザットの踊りに出てくる土人に変じて体中を真っ黒に染めたりしました10日目の晩には大勢の美男美女をえりすぐり羅漢菩薩の姿をさせたり悪鬼羅折の装いをよさせたり挙句の果てに自分は満身に金箔をつして如来の尊攏を源じ、 そのままま酒を煽って踊り狂いました。徹夜の宴に疲れ抜いて電動の廊下や柱や長椅子にしどけなく酔い倒れたまま明くる日の明け方まで何も知らずに眠り通した一同の者はやがて目を覚ますと部屋の中央のテーブルの上に金色のまま氷のごとく冷たくなっている岡村君の死骸を発見したのです。 彼の屋敷に雇ってあった医師の説明によると、金箔のために体中の毛穴を塞がれて死んだのであろうということでした。菩薩も裸官も悪鬼も裸説も、皆な金色の死体のもとにひざまずいて涙を流しました。その光景はそのまま一服の大涅槃像を片付くって、彼は死んでもなお肉体を捧げて、 自己の芸術のために努力するかといぶかしまれました。私はこのくらい美しい人間の死体を見たことがありませんでしたこのくらい明るいこのくらい荘厳な悲哀の陰影の少しも混じらない人間の死を見たことがありませんでした岡村君は確かに幸福な人間でしたなぜかというのに彼は事故の全力全身を挙げて 自己のの芸術のために尽くし,しかも十分な成功を遂げたからです。世の中には彼よりも多くの財産を持ち多くの学識を持った人はたくさんあるでしょう。しかしながら古来彼ほど真面目に彼ほど単一に自己の芸術のために突進したものはないと言ってもいいでしょう。彼と私とはさまざまな点で芸術上の見解を異にしていましたが。 要するに彼の仕事はやっぱり立派な芸術であったことを認めないわけにはいきません彼の芸術は幻のごとく現れて彼の死とともにこの地上から消えてしまいましたけれども彼は偉大なる天才者偉大なる後世の芸術家であったのです気分やならように無意味な合意を試みてさえ 後世に大臣の名を謳われるのですから、彼の名前はなおさら普及に伝わらねばなりません。しかし、世間の人々は、彼のような生涯を送った人を、果たして芸術家として評価してくれるでしょうか。